自分も二十歳になって大人になったんで、ちょっとこれをプレゼントしたいなと思って、自分つい夢があって、早くあのシングルのベルト巻いてあなたとタイトルマッチすることが夢なので、ボロボロだ、痛い。でもプロレスでハッピーで終わりました。ありがとうございます。なんか星ハム子イコールアイスリボンなのかなっていろいろ思うところは正直ありますよ。みんなプロレスでハッピーになってほしいので、私のいる意味、やっぱり強くもない、ただね、最長キャリアの私ができることは何なのかっていうのをもうちょっとちゃんと考えて、下の子たちにもう教えていかなきゃいけないと思うし、下の子たちも私についてきてもらえるような存在になっていきたいなって思います。